どうもピオです。よろしくお願いします。今回は信号です。シュリンガーラ、初日攻略解説です。よく、究極どちらも、クリアまでが長い上、行方不明なので、各ステージごとのポイントを、絞って、できるだけ短くダイジェストで、お送りしたいと思います。では、ピオンの方から行きましょう。残念ながら映像が、残ってなかったんですが、初手は貫通がいる場合、上に配置しておくことで楽に、処理可能。下側の2体は、菱形のイメージで弾くか、竜宮を利用して処理。ライクロがいる場合は下配置で自分。ステージには1手ごとに縦横のブロックが、入れ替え、基本的には邪魔にならない方向の、並びの間で、貫通でシャキシャキが一番楽ですね。ちなみに初手と後にかかってない場合は、アトランティスの4ターン貫通かの棒のキャップを使います。ステージ3は全部のテストはブロックがないので、山竹ゼロなどの AD を、持ってない貫通からでも、処理可能。10位のテストは、おとなしくランクロに山竹が楽ですね。ない場合は両方弱点1回1回に、人数を絡めて、処理するのがいいと思います。次も頼むぞ。そしてピュアに、究極の、電子強化をして、一番左のステージ4、弱点、配置音がいいとこのようにするに、抜けれますが、あまりと5分くらいずつかやるために、基本的にはギリギリまで削って、次で処理、のイメージです。完成で基本は一般できないので、気をつけてみましょう。ステージ5は上側、下側の、2台ずつがセット、横か2台、上下配置だとここはラークにかからないので、アトランティスの処刑外でも、処理が可能です。ボスにまでは僕は非常に、柔らかいので、確実に注意しつつ、落ち着いてたことも、やっていきましょう。ここは対角点の斜めに対ですが、やったなのでご注意を。ここからはどこの敵の敵の、かなし方も有名ので、外に行く人は絶対処理する気持ちでやらないと、アホートのいた安全点数で、ヘルシー A7 までご注意を。教えを乞いたいくらいだ、プロデューサー。そしてドクションボは右側5番の、かけ最大が要注意。非常に火力が高いため、できればその前に処理したいところ。ここからはハート育成を含めた HP 管理が、非常に重要です。自分は初見から連続3回も、ラスベアと1手で勝てる場面で、ハートウィンに任されました。もっと見せてください。ボス2戦目のステージ7も、組み合わせにご注意を。上側の2体と左下の2体がセットになっています。ここからは前までと違いボスが、非常に硬くなるため、攻撃を受ける機会が増えてしまいますので、できるだけ2手で過去処理を、終えたいところですね。はい。ここはタケゼロなど、ブロックなし貫通キャラなら、ウィークショットが狙えると思いますが、連れてっていない場合、または配置運が悪い場合は、体力管理に注意しつつ地道に、削っていきましょう。理想は縦横の中央に、ライクロン配置して抜けたいです。今度一緒に練習しようか、花田くん。ではラスベのステージ8ですね。貫通キャラの場合は、下側の壁との間でハメハメ狙い、弱点が上の場合はボスとの、間で薄くカンカンできれば、OK です。理想は先ほど言った通り、貫通可能キャラを、左右中央に1体、上下中央に2体配置できること。このステージでは最初の2セットの、あと2を1セットが増援、縦、横、縦の貫通で処理できればほぼ確実です。と言いたいところですが、この後はハートウィン次第になります。各3段のターンまでに可能な限りハートの、育成を、自分は冗談かってくらい相手くれませんでした。わら。あとは逆転運を祈りつつボスに集中攻撃を。とにかく5ターンごとの各3段以外はある程度ダメージが計算できるので、死にそうならハート回収、それ以外は特別の流れで。熱くさせてくれ。私も気分が高まります。ということで曲の方の攻略はこれにて終了です。これは特別特異や手持ちの問題もあるとは思いますが、自分はこっちの方が見たせでしたね。ランチロー2体出せるとだいぶ難易度は下がります。しかしキャラ変換とナイス、わら。考えてください。では肝心の究極の解説の方に行きましょう。ステージ1は貫通キャラがいる場合、1回目の手番で上に配置すると処理が楽になります。反射キャラなら下側にどこは比較的楽に処理できると思うので、うまく弱点殴れるように薄めの角度で。この究極系では
ミングの場合はプレイヤーと自分だけの見分けができるようにして、それ以外のことは勝手に、そんな感じで覚えておくといいかもですね。トレビアそれも申しましょうか。今日のゲームユーザーでございます。このゲームユーザーがブレモリ世界が回数制限になっています。そして左上の右下のこの辺にご注目を。このキャラは他のスジでも相互補正をしませんので、確実に1体ずつ処理してしまいましょう。ではステージ3です。ここの初期配置のハトホルも相互補正なしなので、1体ずつ確実に処理しましょう。タオクと増援でプレイヤーが3体出現しますので、上下のブロック付近に味方がいたらラッキーです。ここの処理はちょっと薄めの横感が楽ですね。イメージは1回ずつ殴って反対側の壁で戻ってきて、反対側の弱点を再度1回ずつ殴るイメージ。ラグナロクの雑魚同時劣化をイメージするとやりやすいかもしれませんね。ここから中ボスも現れるステージ4です。下側のボコはハトホルなので相互補正はなし。弱点石は上、左下、右下とループするので、貫通で殴るときは覚えておくと楽できます。当然プレイ中は覚えてませんでした。わら、雑魚処理後はもう一体の中ボスが出現します。このボスの弱点もハトホルと同様に上、左下、右下と移動します。この高速は以降も同様です。これを覚えておくと、特にボスに火力が出したい時や貫通キャラで制限雑魚処理をするときに便利だと思います。ステージ5は初期配置がブレモリー2体、貫通制限ではないので貫通で殴るのが手っ取り早いですね。増援のプレイヤーはステージ3と同様に上の爪の横感で処理、ウィンドで処理しやすい日に配置してくれるので、アンチウィンドはない方がいいですね。ここの逆転移動も先ほど同様に上、左下、右下です。左右の逆転位置が下側なら上中央に1個と下側の左右に2個、上側なら逆に下中央と上側の左右に2個、という風に覚えておくのもいいかもですね。東海別駅前目のステージ6に突入ですね。ここではザコのセットは対角線、つまり斜めのセットです。上側の2体は貫通制限ですので、貫通キャラで処理するときはまず下側から、基本的に反射キャラも斜め弾きで逆転狙いを。逆転以降は逆転位置が右上、左上、下になります。このように逆転移動は逆時計回りになりますので、それを計算すると貫通キャラで火力を出すのが非常に楽になります。反射キャラはとにかく最低1回は弱点を殴るように弾きましょう。ボス2戦目のステージ7は初期がハトホル2体、相互補正はないですが毎ターン回復するので確実に処理を。増援のプレイヤー3体は以前のステージの応用で薄めの角度で縦貫すると処理しやすいです。雑魚処理後はこれまで同様に弱点狙いで削っていきましょう。極みとは違い、右上が SHM 攻撃、中央が即死攻撃の電撃です。それ以外の攻撃はダメージのみ、地雷旋回の他は電線切りくらいで、究極の方が火力的には半分程度ですので、落ち着いて削り切りましょう。ではとうとうラスベのステージ8です。ここでは貫通キャラ、特にガルがいる場合はまず上背景を、残りのキャラは即死攻撃ターンに注意しつつ、適度にブレモリーを処理して即死リセットを。全員が上側逆転ならダル SS 薄めの横感で一掃できます。素晴らしい動きですね。最低でも上のザコ処理が終わったら、今までのステージ同様にブレモリーを処理、ボスは透明化しているため、プレイヤーさえなければ処理は比較的楽なので、号令は可能なら温存しましょう。ちなみに本来の大号令を通過って3なら全処理も可能です。私も出るぞ。そして増援のハトホルの処理が終わればスピードに加が集う。ここからハトホルのフルボッコタイムですので、号令が1本でも残っていればほぼ確実です。また隠し前に打てない場合はザコ処理に使用もありです。常に中央通信には注意を払っておきましょう。ということで、究極の方の攻略
はこれに終了です。トリートの先生も同じでした。多分このファンキャラが現状するんだっぷん。正直どちらも手がないか。難易度は跳ね上がると思いますが、極みは避けてろ。全曲は蓬莱がかなり使えました。今回はクリアリッキー組だったようですが、次回はいけるはずです。どう？では皆さん、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などしていただけると、とっても喜びます。動画制作のモチベになりますので、よろしくお願いします。ということで、また他の動画でお会いしましょう。最後までお疲れ様でした。またね。どう？もっと。よし。やっと来たね。ここがチャンスだ。よっと。